久川駅は山梨県甲府市府地区一丁目に存在した山梨交通電車線の駅。上石田駅から緩やかに再び南にカーブした先にあった駅で相対式二面二線の構造で交換可能駅であった。周囲に人家はまばらで、桑畑や田畑が広がっていた。なお、当初の路線はここから海洋駅までで、それ以降2年かけて甲府駅前駅側と、 かやおや駅側にじりじりと伸ばしていった。駅には当線の車庫が西側に併設され、九川車庫と呼ばれていた。このため検査線2線、留置線1線が存在し、校内は広かった。1959年8月14日には、台風7号によって車庫が倒壊し、建物保管中に留置されていた車両も被害を受けた。専用軌道の跡地である道路、廃軌道上に、 跡が存在する。現在駅の跡地は山港タウンコーチのタクシー乗り場となり、斜め向かいの車庫の跡地は1995年頃まで山梨交通バスの久川営業所として使用されていた。その後営業所が敷島営業所に統合されたのに伴って敷地は商業地に転用され、当初は大英現在では電気量販店の小島となっている。跡地は 現在も山梨交通の所有地で、建物の低層のそばに、同社の名前の入ったプレートが掲出されている。現在周囲は、住宅地と化している。2020年12月には、駅跡地の山梨交通所有地に、電車線跡記念碑が混流され、ミニ公園として一般に公開された。ありがとうございます。